マーサはアメリカ合衆国オハイオ州の新シシナティ動物園で飼育されていたメスの旅行場とである。この鳩は鳥の歴史が始まって以来最も多く生息し、一時は50億入ったと言われる旅行場との最後の個体であった。ジョージ・ワシントン夫人マーサにちなんでマーサと命名されシ、新シナティ動物園で大切に飼育されていたが、1914年に 死亡したため旅行場とは絶滅した。旅行場とは中央アメリカから北アメリカ東部に分布していた全長40センチメートルほどの大型の鳩である。この鳩は鳥の歴史が始まって以来最も多く生息していたとされ、その数は一時50億羽に上ったと言われる。その数が減少したのは北アメリカに入植した人々による乱獲に加えて、 主食にしていたどんぐりを実らせるブナやコナラなどの樹林が開拓によって次々と失われていったためであった。食料も繁殖場も失った旅行場とは1800年頃を境にして生息数が減少し始め1850年頃にはその減少が明らかになっていた。この事態を受けてアメリカ合衆国の各州は 1860年代から1870年代にかけて旅行場との保護法案を次々に可決したが、人々の乱獲を止めることはできなかった。旅行場との産卵は1回につき1個のみであった。旅行場との繁殖群は1896年4月にオハイオ州で記録されたものが最後であった。この年、旅行場とはすでに25万羽を残すのみとなっていたが、 ハンターたちはその群れを発見するや、稲や電報で連絡を取り合って、乱獲を始めた。この結果、20万羽が殺され、4万羽が傷ついた。ヒナも殺されるか放置されるかという状態だったため、生き残った旅行場とは5000羽前後と推定された。1900年3月24日に同じく、オハイオ州で少年が撃ち落とした1羽が、野生における、旅行場と最後の個体となった。 マーサは飼育下で生き残ることができた世界で最後の旅行場と出会った。新種なィ動物園における旅行場と飼育の歴史は R.E.W. スカーガーによる論文絶望的な混乱としてまとめられている。スカーガーはマーサにまつわる話よりも不明瞭なものを見つけるのは困難なことだとまで言明していた。一般に受け入れられている説は旅行場との最後に残っていた。 野生の群れがシカゴ大学の教授を務めていたチャールズ・オーティス・ホイットマンによって20世紀になる前に保護されたというものである。ホイットマンは当初、ウィスコンシン州のデビット・ウィテカーという人物から6話の旅行場と終えた。そのうち2話が繁殖に成功して1885年頃に1話のヒナが孵化した。このヒナはジョージ・ワシントン夫人マーサにちなんでマーサと命名された。 ホイットマンは旅行場との行動を研究するために、カラバトお及びシラコバトと一緒に飼育した。ホイットマンとシンシンナティ動物園は野生の旅行場との減少を認識していたため、一貫してカワラバトに旅行場との卵を放卵させようとする試みを含む旅行場と繁殖の努力を続けた。これらの試みは不守備に終わったため、ウィットマンは1902年にマーサを 新品木動物園に送った。しかし他の情報源によると、マーサは1877年に新品木動物園が購入したサンツ街の旅行場との子孫だったという。また別の情報源では、1875年の新品木動物園開業時はすでに22羽の旅行場とを飼育していたと指摘されている。これらの情報源では、マーサが1885年に、 新シシティ動物園で孵化したことと旅行バトが希少性がなかったために当初は飼育されていなかったものの来園者にこの種を詳しく見てもらうことが可能であることが主張された。1907年11月の時点で新シシティ動物園にはマーサの他に2羽のオスの旅行バトが飼育されていた。ミルウォーキーで飼育されていた4羽のオスが陶器に死亡したためこの3羽が 最後の旅行場と,となった。1909年4月にオス1羽が死に、1910年7月10日にもう1羽のオスも死んだ。マーサは最後の旅行場と,として有名になり、その姿を見るために多くの人々が動物園を訪れた。動物園はマーサとつがいになる生きたオスの旅行場と提供2000ドルの報酬を約束し、 さらに動物園への訪問者が増加した。マーサはその死の数年前から脳卒中の症状によって衰弱し、動物園は飼育場の根ぐを低い位置に作り直した。その死は突然のことであった。1914年9月1日午後1時、マーサは飼育場の床に横たわった状態で発見され、死亡が確認された。死亡時の推定年齢は29歳であった。 マーサの死は一つの種が絶滅に至った、正確な時刻まで判明しているけうな例となった。マーサマーサの死は、新聞で、大々的に報道され、アメリカ合衆国の人々はその死を悼んだ。その以外は300ポンドの氷に詰められて、急行列車で、シンシナティから、ワシントンのスミソニアン博物館に輸送された。死の直前、マーサの羽毛はほとんど抜け落ち、 長いお葉を含む2から3本の羽も失っていた。マーサは解剖などを経て、白製となり、国立自然史博物館に展示されることになった。マーサは1920年代から1950年代初頭まで、国立自然史博物館の鳥類展示ホールに展示されていた。その体は、1873年に、ミネソタ州で撃ち落とされたオスの旅行場との白製と、 一緒に発泡スチロール製の小さなブロックに固定された。その後1956年から1999年にかけてマーサは世界の鳥類展示の一環として陳列された。この期間内にマーサは二度国立自然史博物館を離れた。一度目は1966年にサンディエゴ動物学会はマーサ最後の旅行場とという歌を作っている。ニューヨーク州 マサチューセッツ州、ペンシルベニア州が旅行場との狩猟を禁止している。ただし、これらはアメリカ合衆国東部に位置していた州であり、法案を可決した時期にはすでに旅行場とは合衆国の中西部にわずかに生息するのみになっていた。野生最後の繁殖群については、1885年を最後とする説もある。野生最後の個体が殺された時期については、 1899年、1907年9月23日など、いくつか遺説が見られる。失われた動物たち20世紀絶滅動物の記録では、マーサを含むサンバの旅行場とが、新シシティ動物園で飼育され始めた時期を、1909年と記述している。ありがとうございます。